えー、50代後半男性です。私は常に日本は他の国に,に比べて誤審の手段が少ないと感じています銃の所女はもちろんのことですがサイルスプレー等でさえ警察の職質で言いにつけられることが多々あるありさまです日本が安全な国なのは十分に理解していますが現実に腕力による障害 DV 等は後を絶ちませんそれに対して弱者、女子な子供の個人などは自分の身や財産を守る手段が実質ないのが現状です日本国にもある程度は誤審・反撃の手段を持っていると思いますが広くさんのお考えをお聞かせてください ちょっと多分誤解してると思うんですけどまずあの目の前で、ね、3メートルぐらい先の人でこいつは絶対やばいやつだっていうのが分かった状態であればひょっとしたら銃を持ってたらいいのかもしれないですけどまずあの3秒以内に銃が出せてセーフティー外れて小銃当てられる人間はほとんどいません。 で、3メートルぐらいだと、その人が近づくまでは1秒もかかりません。なので、あの、銃を、例えば、カバンに入れてましたって言っても、何かあった時に、その銃が使えることってほとんどないんですよ。 で、あの、俺危ない奴ですよっていうの、こう、ナイフを見せびらかしながら近づくみたいな、北斗の剣みたいな世界は全然なくて、例えばじゃあ女性が夜中に襲われますみたいなのって、単なる交通、その、なんか、通りがかりの通行人のふりをして、後ろからいきなり首絞めて気絶させるとかなので、その、何らかの五信用語を使う隙というのは基本的にないと思ってください。 なので、カバンの中に催涙スプレーを入れたとしても、その、後ろからこう、なんか、あの、首絞められてる相手に対して、カバンに手突っ込んで、催涙スプレーを出して、それを顔に当ててプシューってやるっていうのができることはほぼないです。あの、 たまーにそういうのに成功する人がいてなんかその護身用具持ってた方がいいよねみたいな人はいるんですけど基本的にはほとんど役に立つことがないのでなのでもし護身で本当にしたいのであればめちゃめちゃ大声を出すが正解です。いやその黙ってる状態で何かやられたとしてもそれはその誰も助けに来てくれないんですけどめちゃめちゃ大声を出すとその 周りから誰か人が来るかもしれないと思って首絞めてる人とかも逃げたりするんですよ。いや、その護身用具で相手にダメージを与えるというのではなく、助けを求めることで、他の人が来て、その目撃者になって逮捕されるっていうリスクを感じて、首絞めるのをやめて逃げたりするので、なので、あの、下手な護身用具とか、下手なその格闘技とかやるぐらいだったら、あの、めちゃめちゃ声でかくするっていう方がいいと思います。 で、あの、痴漢です、助けてとかだと、あとか、キャーとか言っても、人は反応しないことが多いらしくて、結局、日本で一番いい叫び声は、火事だって叫ぶのが一番いいらしいです。要は、その、なんか、叫んでたとしても、あの、近所の人のなんか、あの、夫婦喧嘩とか、恋人同士の揉め事かな、みたいなことで、結構無視するらしいんですよ。 人が叫んでも。でも、火事だって言われると、え、マジで火事なのって窓を開けて、自分の家の近くかどうかっていうのを結構確認するらしいんですよ。なので、あの、なんか襲われたら、とりあえず火事だってマジで叫ぶ練習をしてみてください。